どうも、高井です。自信の法則。心を鍛え続けて不安の払拭。自信がなくて不安って人多いですよね。その不安から解放されてどうやったら行動を移せるかっていう内容が載っています。その内容をこちらにまとめました。これから読み上げていきます。よかったらグッドボタンお願いしますね。科学的に不安とストレスが解放される。不安の原因を追求しても不安消えることはない。 あなたは何かしらの不安や悩みを抱えながらも、日々の生活をこなすだけに精一杯になっていませんかこのまま今の仕事を続けていいのだろうかお金の心配をしなくていいほど生活を安定させられるだろうかやりたいことを好きなことを仕事にするなんて本当にできるのか一度でも思考がループしてしまうと、これらの不安の種は尽きることがありません。その不安をかき消すことができず、いつも悶々としてしまう。残念ながらそうした不安の原因をいくら追求したところで、不安な気持ちが解消されることはありません。 不安の正体、妄想による体への影響。まずはこんなケースを見てみましょう。将来の不安がある A さんの場合。ああ、近い将来うちの会社もどうなっちゃうのかな。なんか不安になってきた。どうしよう。でも今から転職なんてできるのかな。いやいや、難しいよね。ああ、将来考えたらますます不安になってきた。この時 A さんの頭の中では自分の未来をイメージしています。業績が伸びなくて大変な会社で働き続けている自分。 転職もできず、どの会社からも必要とされなくなり、仕事がなくなった自分。自分にとって望まない未来を、自分を含めた周囲の環境を状況について、まるで映画の背景設定をするかのように映像としてイメージします。今、会社の業績が伸びていないという現状がある。売り上げ上げることができなければ評価されない。役職の給料が下がる心配。ついには仕事もなくなる、クビになるのではないか。転職の面接を受けたとしても受からないのではないか。 このようにイメージが膨らみ、その妄想と同時に、A さんの脳は、大変な状況になった時の体の状態を無意識にシミュレーションします。評価されない、抑食、給与が下がる。転職も叶わないという状況になったら、体が重い、息苦しい、心臓がドキドキする、視界がぼやける、ふらふらしてしまう。人間の脳内で自分でやろうと思わなくても、自動的にこうしたシミュレーションは行われてしまいます。そして悲しいことに人間の脳は、シミュレーション通りになるための指令を出してしまうのです。 こうした状態を感じている瞬間のことを私たちは不安と呼んでいるのです。未知と基地の自己理解が不安解消への第一歩。人間は未来イコール、今だけていないイコール、まだ起きてもいない先のことを想像することで不安を感じてしまいます。失敗したらどうしよう、どうなるんだろう。お金がなくなったらどうしよう、どうなるんだろう。あの人に嫌われたらどうしよう、どうなるんだろう。未来がどうなるかわからないから不安なのです。逆に言えばこうなるだろうとわかっていることに対しては不安を感じないのです。 人間のメカニズムを正しく理解すれば不安は希望に変わる。未来イメージ。脳内シミュレーション。脳からの指令の発動。実際に体の状態が変わるというメカニズム。イメージする未来は良いものであれば、今のあなたにとっての良い状態が生み出される。思い通りに生きることを妨げる偽材の自分を知る。本当の自分で生きているかが一瞬でわかるテスト。突然ですが、これから今のあなたがどれくらい本当の自分で生きているかを測るテストをします。当てはまる箇所にチェックを入れます。 自分のことをサボっていると思うことがしばしばある。自分で決めたことが続かないのは、覚悟が足りていないからだと思う。うまくできないのは、私の能力が足りないからだと思う。あの人にできて、どうして自分にはできないんだと思うことがある。しばしばマウンティングされるのは、自分が弱い人間だからだと思う。人から評価してもらえないと、自分の存在価値がないのではと思う。どうしても人の目は気になってしまう。ポジティブを意識しているが、心のどこかで何かから逃げている気がする。チェックが一二個ついた人。 まずまず本当の自分で生きることができています。チェックが3、4個ついた人、残念なら本当の自分ではなく、の自分で生きています。チェックが5個以上ついた人、本当の自分を侵入したという状態で、完全に偽材の自分を本当の自分として生きてしまっています。私たちは無意識のうちに自分で自分を騙している。もしあなたが今本当の自分で生きることができていないと感じるならば、それはあなたが偽の自分である可能性は非常に高いというわけです。自分はどこかが欠けている。今の自分には何かが足りない。 偽りの自分で生きている人はいつもこのような感覚を持ちながら生きています。その穴を埋めようと様々な努力をしたり、試行錯誤してみたり、あるいは自分や他人を責めたりします。明確な答えがなく、いつも漠然と、もっとこうなりたいのにと思い続けてもがいているわけですね。偽りの自分で生きている人は、仕事の目標、成果や結果を自分の穴を埋めるために使おうとする傾向があります。例えば、社員が生き生きと働く会社を作りたいといった理想を抱えて独立したけれども、 その上で経営者としてみんなから尊敬されたいといった隠れた願いがあるといった感じです。もしあなたが偽りの自分で生きているならば、あなたは偽りの自分に騙されているということになります。偽りの自分にいつのパターンが存在する。自分がどのパターンに当てはまるか考えながら聞いてください。問題を認識できないわければ解決することはできません。まずはここから始めましょう。偽りのパターン1、尊敬されたいモード。ある社長は常に部下から尊敬されたい、社長として認められないと思っていました。 二代目社長である R 社長は、自分は現場経験が浅いので、部下からの信頼が薄い。だから古くか会社にいるベテランの部下は自分の指示を守ってくれない。尊敬もしてくれないと考えていました。彼のその考えは彼自身の言動に影響を与えてきます。これをお願いしても大丈夫かな部下に仕事の指示を出す時にも、気づかないうちにお願い口調になっています。また部下に注意を流さなくてはならない時にも、まあいいか。あんまり強く言わない方がいいな、と遠慮してしまう。 結局相手は社長が何を言いたいのかがわからないままです。このようなことが日常的に起こることで、ある社長は僕から信頼を得ることができなくなりました。うちの社長はなんだか頼りないね。まあ、尊敬できないね。偽の自分のせいで、現実は自分の願いとは裏腹ものになっていたのです。この尊敬されたいモードは、経営者やリーダー層といった人の目に立つ人に多い逸材のパターンです。なぜそのモードになってしまうのか、そこには3つの理由があります。 一つ目は、常に自分は尊敬されなければならないという考えを強く持っているからです。優秀な経営者、見事に部下を率いるリーダーを見たときに、私たちは尊敬のようにだけ信頼します。そんな人たちを見て、人の上に立つ人はみんなから尊敬されるもの、尊敬されなければ人の上には立ってはいけない、と思い込んでしまうのです。しかし私たちが尊敬している人たちは、決して尊敬されたいからという思いで成功を成し得たわけではありません。自分が本当にやるべきことは何かと考え、常に自分と向き合い、全力で行動しているだけなのです。 二つ目は、メンバーに自分についてきてほしいという思いが強くなるということです。メンバーがついてきてくれなければ、経営者は事業を進めることはできません。家族がついてきてくれなければ、家庭は成り立ちません。そのため、メンバーに対して自分から離れてもらいたくないという気持ちが強くなります。その気持ちが強くなりすぎると、自分と向き合うのではなく、相手の反応を気にしてしまう、何でも受け身の人生になってしまいます。これは、迎合行動と呼ばれるもので、自分を低く見せることで、相手を持ち上げようとする心理が働いているのです。 三つ目は、相手を幸せにしてあげたい、やりがいを持たせてあげたい、という気持ちから、みんなを幸せにするのは自分の役割だ、と思ってしまうことです。誰かの幸せを願うことは悪いことではありません。ただ、その人を幸せにしてあげることと、その人の幸せを強く願うことは似てきてあるのです。その違いを明確に意識しなければなりません。また、やりがいを持つかどうかも相手次第です。やりがいを持てるような環境を作るところに、本来の人の上に立つ人の役割があるのではないでしょうか。これら三つの理由から、 経営者や役職者の多くは尊敬されたいモードという偽りの自己像を生み出し、批判されないことに最大の価値を見出します。その結果、自分で状況を判断し、リスクを取って主体的に動くことができなくなっていくのです。偽りのパターンに優秀を試す証明モード。IT 管理会社勤務の C さんは、IT に関する知識もビジネスの経験も豊富。仕事においてとても高い能力を持っている部長です。しかし彼は自分のチームをうまくまとめることができずに悩んでいました。 なぜチームはまとまらないのか実は彼、自分の部下が困っていると、すぐに自分はこうしてきた、自分はこうできるけど、とやり方をして、自分の知識や経験則を一方的に押し付けていたのです。彼は本気でそれは部下のため、部下に様々な知識を得てもらい、成長してもらうために有効な人だなと思っていました。でも部下には、C 部長は自分の能力を引き返している人、なんだか偉そうな人と映っていたのです。もちろん C さんにはそんなつもりはありません。しかし彼の深い部分では、 常に自分は優秀しあいことをみんなに分かってほしいという承認欲求があったのでした。部下のためという小さな思いもあの人は能力を引き出していると思われてしまい絡まれる毎日です。いつの自分で生きる人の中には無意識に自分の能力を認めさせたいと強く願っている人がいます。過去において努力をして能力を高めてきた人にこの傾向は強く出ます。これらの人は努力してきたとはいえ、これは無意識のことですが。まあどこかで自分はまだまだ、どこか結果があるかも。 うまくいかなない自分の責任だ、と感じています。その結果、自分は認められていないと思い込んでいきます。これがそんな人に開いた穴、そしてその穴を見ようと、他人に対して、いい成績や高い能力を示すのです。そうそう、それ知ってる。僕もやったことあるよ。こんな風にやるといいんだよ。うん、うん、君の言いたいこと、わかるよ。相手に認められたがために、無意識のうちに言葉の話をして、自分はわかっているかということをアピールし、優秀さの証明をしてしまいます。 自覚がなく、もちろん悪気もない人がほとんどです。相手が楽しめるように知らないことを教えてあげる。相手の仕事がもっと早く進むように、いいやり方を教えてあげると、常に相手のためと考えているのです。しかし、もっと認められたいか、知らず知らずのうちに漏れ出して、相手に伝わってしまうのです。偽りのパターン3、被害者モード。司会医の H 先生は、経験内でトップクラスの規模を誇る歯科医院を経営しています。 患者さんへの対応やサービスなど、エイ先生の独創的なアイデアで、委員はぐんぐん業績を伸ばしていきました。しかし、そんなエイチ先生に悩みがありました。それは月1回の業界勉強会で自分話をするときにとても優秀なることでした。その理由は、毎年の司会の先生はみんな口にこそ出さないわでも、この中ではこの先生、大したことないな、安易な系だな、と思ってるんじゃないかという被害妄想。業績を伸ばしている立派な司会員の先生でも、みんなが悪く思ってるんじゃないかなと一人悩んでいたのです。 自分が馬鹿にされている、責められている、ないがしにされている、下に見られている、常にそう感じているような人も、一ついの自分で生きている人と言います。自分自身に何か結果があると感じているので、相手は私を責めてくるのではないだろうか、私の意見は非難されるのではないかと、いつも警戒しています。相手の発言や行動すべては自分を批判しているように感じてしまうのです。一見、相手はどう感じているんだろうと、相手に対して矢印が向いているように思いますが、同時に相手は私はどう思っているんだろうかと、 自分自身に矢印を向いているのです。結局気になっているのは相手のことではなく自分のことなのです。偽りのパターン4、マウンティングモード。女性教家の S さんはとても勉強の熱心な努力家です。でも彼女はいつもとこか腹立しさを感じていました。なぜなら社員も家計もなんとなく自分のことを避けていると感じてしまうからでした。実はその要因は S さんの言動と態度にありました。第1弾でもつい上から目線になっていたのです。まだできないの私は若い時はこんなもんじゃなかった。 もっとハードな状況の中で頑張ってきたようなどと、自分の立場や過去の実績を引きえに出して相手を攻撃しているのです。自分の立場や地位、関係性を使って相手の上に立とうとする人もいます。これもいつで自分で生きている人のパターンの一つです。生態学でマウンティングする行為のことを攻撃ディスプレと呼んでいます。この行動は体の大きさなので優劣関係がつかなかった時に行われるとされています。つまり力が拮抗している時に起こりやすいのです。マウンティングをしがちな人は自分自身に対して自分は本当弱い。 本当はダメだとこるとわる感じているわけです。そしてその部分を悟りたくないバカにされたくない隙を見せたら攻撃されそうだと感じていますそのため先に自分が相手を攻撃すれば攻撃されないとの思いから常に相手に対してマウンティングしようとするのですもしあなたのメンタルの奥に自分の力立場を誇示して相手にマウンティングしようとする気持ちがあればそれは相手に伝わってしまいますただ困ったことにマウンティングは自己ボイためのに無意識な行動であるため自分では気づけないのです偽りのパターン5」「偽ワクワクモード。 M さんは常に新しいことに取り込むのが好きな女性です。現在は半年後に立ち上げる新規事業の結局を練っている最中、人生は若く持って生きよう。自分の可能性を信じよう。それが彼女の口癖のです。いつもポジティブで前向きと周りからも評価されている M さんですが、自分と違ってポジティブでない人を見るとイライラしてしまうそうです。偽りの自分で生きている人は何もネガティブな人たちだけでは限りません。ポジティブな状態でも自分の名を埋めようと、いつの自分で生きている人をいます。好きなことをして生きていこうよ。 自分の夢を追いかけようよ。そう明るく前向きに語っている人の中にも、実は自分に何かをかけているとい感じ、穴を埋めるために必死になっている人も多いのです。一応ワクワクードは先の見えないこと、本当の自分のあるべき姿がわからない、ということが目を背け、世の中はワクワクした方がいいんだと、未来不安を抑え込もう,うとしているのです。しかしそれも自分の穴を埋めるための来ない。ワクワクしていると思いつつも、心の中で常に不安を感じています。多くの人が偽りの自分に騙される本当の理由。 逸材の自分で生きる人間には二通りあります。逸材の自分に気づき自分を超える人。その状態の自分に気づきながら向き合おうとしない人。少し理由を見てみましょう。秋っぽい A さんの場合。私って秋っぽいんです。何でもいつも途中で飽きてしまってなかなか物事を続けられないんです。継続することが大事ってよく言われるじゃないですか。でも本当に継続ができない性格で困ってます。そんなことないですよね。本当なんですって。ちなみに A さん、いつから秋っぽいんですか もうずっとです。小学校の頃からです。なるほど、A さんすごいですね。小学校の頃から秋っぽい自分を継続してるじゃないですか。A さんは自分が続けることが苦手という思いから自分は継続するという能力を持ってないと思い込んでいます。しかし決してそうではありません。A さんは秋っぽい、すぐやめるイコール、新しいことを始めるということをずっと継続しているわけです。小学生の頃からこのパターンを変えていません。にもかかわらず A さん本人は自分自身を継続ができない人と思い込んでいます。 お前は継続ができない奴なんだと自分に騙されているのです。頑固な B さんの場合。私って頭が硬いというか自分の考えを変えることができなくてよく人とぶつかってしまうんです。頭が硬いそんなことないですよね。いや、絶対そうです。本当なんです。ではどうなりたいのですかこの頭の硬さをどうにかしたい。頑固な性格をやめたいんです。頑固をやめたいという17な発想を持ってるじゃないですか。頑固というのは自分の考えを変える気がないということ。 しかし B さんは私は頑固だけども、それを変えようと思っているという柔軟な発想をしています。にもかかわらず、私は頭が硬い、考える,変わることができないという前提で自分を捉えてしまっているのです。偽材の自分から脱出する、嫉妬を攻略する。なぜ人間は嫉妬を繰り返すのかなぜ人間は自らの頃に嫉妬を作り出してしまうのでしょうかその頃のメカニズムを見ていきます。1、嫉妬の玉が生まれる。自分よりうまくやっている人を発見する、その人を考えてみる。 この時は、なんであの人はという、あなたが発する心の声が嫉妬のためとなります。2. 自我自賛する。次に意外なことに、人は自分を自我自賛し始めます。自分の能力を想像し、私にだってそれぐらいできるさ。私もそのくらいになっていいはずと、自分に誇りを感じるのです。3. 現実を見る。相手はすでにうまくいってて、成果は出ている。他人から評価されている。私にだってできるはずに、あの人の立場にいられるはずなのに。でも、できていない。自分の置かれた現状現実を再認識するのです。 4. 理由を探す。なぜあの人はうまくいっているのか一方、なぜ私はうまくいっていないのか私は本来ならばうまくいっているという前提でその理由を考え始めます。あの人は運がいいからうまくいっているんだ。私は運が悪い人。私だって本当はうまくいくのに、頑張っていないだけ。私はサボっている人。このどちらかのパターンで自分を責め始めるのです。この自分を責めることで知ったうまいというのがこのメカニズムになります。また知っ深い人は行動力が落ちます。その理由は私はできるはず、私はできていない。 という2つの矛盾したメッセージに縛られているからです。この状態をダブルバインドと言います。最初のメッセージと最初のメッセージで否定するメッセージを受け取ることで、この矛盾から動けなくなるという現象です。嫉妬深い人と何も感じない人の違い。他人に嫉としやすい人の根底には、能力依存があります。努力して能力を高め、何らかの実績を上げた経験がある。頑張って頑張ってそれで結果を出したことがある。私は頑張ってきたという経験がある人こそ、実は他人に嫉妬しやすい傾向にあるのです。ここでちょっとある事例をお話ししましょう。 大手アパレル会社で働く T さんは仕事には全力を注ぎ、いつも努力を断らず、周りからも評価されています。その高い能力、実績の素晴らしさから、同期の中では最も早い課長になりました。しかし最近、3人ほど後輩の社員が自分と同じ地位に昇進。T さんはイライラとする人強く感じ始めました。なんであの子は私と同じ立場なの数年前まで何もできなかった。あの子の面倒を見て仕事をしていたのは私のはずなのに。さらに T さんは自分の会社にも補助を向けます。 会社は何であの子を評価するんだろう何も分かっていない。そして T さんの依頼とストレスは仕事とは全く関係ないとこまを呼びます。SNS で知人が仕事で成功したり、プライベートでうまくいってたりしているのを知ると、よかったねと思う反面。あの人にも先を越された。私たちいつでも頑張っているのに、という思いが出てくるようになってしまいました。能力が高い。頑張っている。もちろんそれは決して悪いことではありません。ただし T さんのように、能力が高いんだから私には価値があると強く思いすぎていると、 いつの間にか自分の中に強大な嫉妬心を作ろうと思います。能力の高い人を見ると、その人が自分の存在価値を脅かす人に思えてしまう心のメカニズムが働くわけです。嫉妬を消える3ステップ。ステップ1。自分の現実を知る。私は自分の存在価値について自分の能力に頼りすぎている。この現実を受け止めることがポイントです。そして次の事実を理解してください。私は自分の能力を自分の承認欲求を満たす材料としていた。ステップ2。相手を知る。 人心を感じる相手、その人は私を嫉妬するために生きているわけではない、ということを自分に言い聞かせましょう。相手は相手のするべきことをしているだけ、自分の人生を生きているだけです。嫉妬するのはあなたが自意識過剰になっているだけなのです。自意識過剰なんて恥ずかしいと思いませんかだからあなたもあなたの人生を生きればいいのです。ステップ3、能力の使い方を変える。自分が何をしたいのか、何をするべきかを考えます。すぐに思いつかなければ、誰を助けたいかを考えても構いません。あなたの能力はそのために使うのです。 大切なのは能力の使い方を変えていくこと。自分の優秀さを示すため、見た目させざるために使うことをやめましょう。劣等感を撃退する。現代人が陥る劣等感のメカニズムを解明する。人間がどうやって劣等感を作り出しているのか、その頃のメカニズムを解明して、落とし穴を暴いていきましょう。1、すごいと感じる。あの人はすごい。誰か他人を見て、そんな感情を芽生えることから、劣等感を抱く心動きを始めます。2、ダメダメ三連後も。 相手をすごいと思った後は、この中で何とつぶやくでしょう。私はダメだ。どうせ無理だ。いつもダメだ。これらの言葉をつぶやくと、劣等感を作るのはとても簡単になります。3. 自分を攻撃する。あの手この手で自分を攻撃していきます。だってあの時も、昔からそうだから、ろくな人生じゃないよな。ほんと、情けなくなるよ。こうして自分のことを嫌いと感じる状態までいけば、劣等感は完成です。 ただ、ここで考えていただきたいのが、本当に自分のことは嫌いなのかということです。実は、劣等感を感じながら落ち込む人は、心の奥で、本当は私はダメな人ではないと思っています。つまり、自己評価が高いのです。本当にダメな人であれば、私にはいい結果を出すのは無理ですねと明るく受け入れるでしょう。でも、それを受け入れられない。本当はそんなはずはない。私ならきっとできるはずと。理想の自分が今の自分を責めているからです。そして、心の深い部分では、こんなふうに思っていることに気づかないふりをしています。 本当は私、もっとできると思っています。この本音がぶられると、じゃあもっとしっかりやればいいじゃん。結果も出てないのに何言ってるのと。違う形で自分から責められてしまいますから。そのため、私は自己評価低いと自分に暗示をかけているのです。誰もが自然と劣等感を手ス、お驚きの手法。方法1。できる、できないにとらわれない。できるかできないか一旦置いておいて行動する。ただやって経験することに集中しましょう。すると次第に、できる、できないかか,かわらず、やってる私自身に勇気を感じるようになります。 劣等感を抱いている人は、できないことに苦しんでいたのではなく、勇気はない自分は恥ずかしい存在として悲劇していたわけです。方法に、誰かのためにやる。家族のためにやる。チームのためにやる。お客様のためにやるなど、自分が何かにトライする際には、自分以外のものに意識を向けていくのです。もし、私はできない。なんでだろう。どうしてできないんだろうという思いが湧き上がったなら、ストップそうじゃない。できる、できないではなく、経験することにこそ意味があると自分に言いかせましょう。できるかできないかではなく、経験することに意味がある。 そこに意識を戻して自分を動かしていくのです。自分と向き合い何のためにやるのか誰のためにやるのかを明確にすることで意識を自分でなく目的に向けることができ何事にも積極的に取り組めるようになりますあ優柔不断を克服する実は完璧主義者に優柔不断が多い理由えーっとどうしようかなあっちとこっちどっちがいいんだろうどっちもいいんだけど私って本当に決断力なくて困ってるんだよねなぜ決められるのか人間の脳内には優柔不断のメカニズムを見ていきましょう 人間の脳は選択肢に対して未来のシミュレーションをする癖があります例えばここに A と B という2つの選択肢があるとします A を選択したらどうなるか B を選択したらどうなるかもちろん良い結果になる方を選びたいですよねしかし優柔不断な人はどちらがいいかだけではなくどちらが嫌かのシミュレーションまでたくさんしてしまうのです A はここはいいけどでもこうなったらどうしよう B はここは大丈夫なんだけどここは嫌だなマイナス目のシミュレーションをする時間がなくなるとその人のステートは下がってきます ステートが下がり落ち込んだ状態で決断しようとすると失敗したくない、損をしたくない、後悔したくないという気持ちは強くなります。だから結果的になかなか決めれなくなるのです。一瞬で決断できるシンプル思考の作り方。ステップ1、言い聞かせる。私は常にベストな選択をしている人なんだ。まず自分に対してそう言い聞かせましょう。あなたは簡単に妥協しない追求心の強い人物なのです。ステップ2、常にをやめる。人生に柔軟性を持たせるために常にベストな選択をすることを手放しましょう。 今日のランチはベストな選択じゃなくていい。今日の時間の使い方はベストでなくてもいいかな。このように60点で,でも楽しめる自分、6割の自分でも許せる自分、60%のクオリティでも大丈夫という自分を作っていきましょう。ステップ3、メリットだけで決める。デメリットを考える時間長くなると、自分の決断を切ることは難しい状態になります。決断をするとき、それを選択したら、どんな良いことが得られるかというメリットだけで決定をしていきましょう。 でもこれを選んだらというマイナス面に意識を向いたら、その時点ですぐに思考を止めるように心がけてください。ステップ4、デメリットで選ぶ。デメリットを見ないようになってきたら最終段階に入ります。今度はもう一度デメリットを見て、そして決断します。決断とは決めること、立つことです。立つとはすなわちデメリットを受け入れること、この段階でデメリットを受け入れる自分を作っていくのです。A か B かで悩んだときに、それぞれのデメリットを考察し、どちらのデメリットを受け入れるかという基準で選択してください。 1>, 1から4のステップを繰り返すことで自分の中に強さを育んでいきましょう。後回しの自分と決別する。めんどくさいがなくなる後回しにしない技術。なぜ人間を後回しにしてしまうのか。1、難易度を判断する。自分のもとで何か仕事が飛び込んできたとき、私たちは反応的に難易度を判断します。そしてこの仕事は難しそうだと判断したら、そこから面倒だな、嫌だなという思いをまれます。2、仕事をポンと後ろ投げる。後でやろうと決めるということ。 なぜ後ろに投げてしまうのか。それは時間が経てば何とかなるという無意識の前提が操作しているのです。この何とかなるには根拠があります。その根拠は私たちの視覚イメージによるもの。今あなたがスイカぐらいの大きなボールを持っているとします。それを遠く後ろへ放り投げるところをイメージしてみてください。大きなボールも遠くへ放り投げると小さく見える。この小さく見えるという視覚イメージによって脳は遠く後ろへ放り投げると簡単だと思ってしまうのです。さらに私はやるつもりがないわけではない。後でやっても大丈夫だと思っている。 だから後回しにするというロジックは自分の中に出来上がります。自動的にすぐやる人な Android アプローチ。ステップ1。自分を n d r o i d だと思い込む。脳内のスイッチを一つ押すだけで目的に向かってオートマチックに動いていくことができる。あなたは高性能な Android です。ステップ2。タスクを決める。今からやることを明確にします。報告昇格。誰かさんに連絡する。機械した作成に取りかけるなど、今すぐ始めるべきタスクを決定しましょう。ステップ3。スイッチを押す。 目的に向かって動き出す脳内のスイッチを押すことをイメージしてください。それと同時に、そのタスクを実行するために体が勝手にサクサク動いていくところをイメージしながら体を動かしていきます。動かしながらひたすらその動きを観察しましょう。ステップ4、感心する。おおこのアンドロイドすごいな。ここまでできるんだ。私だったら面倒でできないのに、助かるわ。このように自分の動きにあえて感心しましょう。そうすることでタスクをえた時、エネルギーを消費した疲れたという感覚にならずに済みます。 Android アプローチを行うようになって一点注意してほしいことがあります。この最中は他のことを一切考えないようにするということです。何の無理もないやっつけ仕事をしていると感じるかもしれませんが、実は全くの逆です。考えないということはそこにあるものを注意深く観察し、感じ取り、対応しているということなのです。人見知りをなくす。多くの人が悩む人見知りの真相心理。人見知りと言われている人は自分と相手の領域を尊重している人です。人間を含めた生き物にはバウンダリーというものを存在しています。 バウンダリーは3つの種類があります。1. 身体的バウンダリー。動物の種類によって相手を自分にどれだけ近づけさせる OK かという実際の距離が設定されています。私たち人間は身体的バウンダリーがあります。会話をするときにちょっと距離が近い人、あるいは逆にやたらと距離を取りたがる人いるでしょう。それはその人の持つ身体的バウンダリーによる違いなのです。2. 思考のバウンダリー。人にはその考えに至った背景や大切にしている価値観がいます。にもかかわらず、なんでそう思うのそれっておかしくないその考え方は違うよと。 相手の考えはすぐに否定してしまう。あるいは反対に。そうそう、僕もそう思ってた。そっか、私の考え方が違うんだね、と。相手の考えに同調しすぎてしまう。いずれも思考のバウンダリーが近い人の傾向です。一方、ふーん、そうなんだ、いいんじゃないかな、それで、など。相手の意見にあまり反応しない人。俺は別にいいよと、自分の意見は言わない人は、思考のバウンダリーが遠い傾向にあると言います。3. 成長のバウンダリー。成長とは、 その人が望み、その人が挑戦し、自らは高いレベルに進ませていく教育のことです。ところが、教育指導の前において、この成長のバウンダリーを無視されてしまう場合があります。大変そうだね。手伝ってあげるよ。これ、俺がやっておいてあげるよ。これはこうするといいよ、などと、本人自らが解決する力をつけていく場面において手伝ってあげたい、答えを教えてあげたいする。これは相手の成長バウンダリーを犯した行為です。人見知りの人とは、この三つのバウンダリーを大切にしている人。 相手の存在や考え、成長の場面を尊重している人です。人見知りな人の本質的な課題は、自分のバウンダリーが低くなっているところにあります。話しかけて、会話が始まってガンガン来られたらどうしよう。いろいろ質問されたらどこまで答えればいいんだろう。ちゃんと答えないと愛想悪いと思われちゃうかな。こうした考えの結果、断れないと不安が常にあり、だったら距離を置いておいた方がいいやとなるわけです。思いやりな人は、自分のバウンダリー低くしているがゆえに、相手にペースを満たされることを恐れています。 自分の殻を破り成長し続ける5つの前提。前提1、私は人見知りというよりは相手のペースを尊重している人だ。前提2、私は自分の世界を広げるために自分の扉を開ける。前提3、相手は自分で選び、自分で決断することができる。私の言葉だけで決めるわけではない。前提4、私は相手の主体性を信じているからこそ自分が伝えたいことを相手に伝える。前提5、自意識過剰にならない。相手はそれほど自分に注目しているわけではない。 ここであなたにとって最も重要なことは、あなたが自分の世界を広げていくことであり、そこにチャレンジしていくということです。心を強くして人生の主導権を自分に取り戻す。一瞬で人生の主役になる魔法のストーリーテリング。ストーリーテリングはマーケティングの仕事として有名です。企業が伝えたい思いやコンセプトを、それをイメージさせる印象的な体験談やエピソードの物語イコールストーリーを使って、消費者やユーザーのメンタルに影響を与えるというものです。 しかしこれから紹介する一瞬で人生の主役になる魔法のストーリーテリングは自分自身のメンタルに影響を与えるための手法です。このストーリーテリングは自分が出会った人々を自分の人生の中の登場人物で捉え、自分を主人公としてストーリーを描いていきます。単に自分の過去をストーリーとして捉えようといった浅い話ではありません。自己対話の中から独自のストーリーを見出し、自分自身のメンタルに大きな影響を与えていく技術なんです。さて、ここであなたに質問です。あなたがこの生き方に感動したという人は誰ですか 松下幸之介、稲森和夫、スティーブ・ジョブズ、ジェフ・ベゾス,スなどの素晴らしい経営者もしくは、吉田松陰、坂本龍馬、小田信長などの異業なし遂げた歴史上の人物かもしれませんね。スター・ウォーズや鬼滅の刃といった映画やアニメなどのキャラクターという人もいるでしょう。では次の質問。あなたは自分の人生に感動できますかきっと多くの人は NO と答えるのではないでしょうか。これといった偽業もない平凡な人生。いや、それより自分の人生に感動するなんてうぬぼれ自画自賛じゃない そう思うかもしれませんね。でも、ストリートリーグを活用している一流の人たちは、誰もが自分の人生に感動しています。それは決して、うぬぼれや自我自賛ではなく、自分を抱きつけ、人を傷つけるために必要な,ような手法だからです。人生に感動できない人の3つの思考パターン。私たちが自分の人生に感動できない理由、それは私たちの思考のパターンにあります。パターン1、ダメな思考。自分は何も成し遂げていない。何もできない。成長も変化もしていない。私は一体何をやっているんだろう。つまんない人生で本当に嫌になる。 みんなというとき明るく振る舞ってるけど、結構しんどいんだよね。パターン2、不完全燃焼思考。まあ、人生そこそこはうまくいってる。中の上くらいでも、突き抜けることはできていない感じがする。いつもいろんなことにトライしてみるんだけど、やりきってない感じがするな。パターン3、諦め思考。私はこんなもんだろう。これで十分。私はそんなに大それた人間じゃないし、これといって努力してきたわけでもない。まあ、少しは努力してきたかもしれないけど、本気で頑張っている人に比べたら全然。だからこんなもんでしょう。 このような思考パターンを持っている人は自分の人生に感動することは困難になります。なぜ人は自分の人生に感動できないのでしょうか社会侵略の分野ではネガティビティバイアスという言葉があります。ポジティブな刺激とネガティブな刺激で同じ強度の刺激を与えた場合、ネガティブ刺激はより強く残るという意味です。望ましくない情報の方に高い価値を置いているわけですね。この思考パターンを止めなくては人を受け付けることはできません。自分の人生に感動するとはどういうことなのか それはこれまでの人生を振り返ったとき、この状況の中でよくやってきたな。ハードな状況の中で頑張ってきたな。あの大変だったプロジェクト、最後までやり通したんだな。というように、自分の人生のプロセスを称賛することです。い,いえ私はそんな大したことはしていません。私はちっともすごいことなんしていません。称賛されるようなんて実績もないし。このように自分を低く評価するのは NG です。あなたが人にいい影響を及ぼし、人を引きつけたいと考えていても、あなたが自分の人生を引きしている状態では、人にいい影響を与えることなんてできないのです。 あなたはオキシトシンという神経伝達物質をご存知でしょうか幸せな気分になれるだけでなく、不安や恐怖が軽減する、好奇心が高まる、心臓の機能を高める効果があるとされています。このオキシトシンを出す方法の一つに感動があるのです。最強の行動力を手に入れる感動思考。自分の人生を肯定的に捉えられることを感動思考と言います。今改めて考えると、あの状況の中でよくやったもんだな。あれは自分でもよく頑張ったと思うね。満足のいい結果ではなかったけど、最後までやりきったのは偉い。 一人はいなかったけど自分の中ではみんなのことを考えて耐えてきたなあの時は人生終わったと思ったが何とか乗り切ったじゃないか経験や実績のない中でよく新しい授業にチャレンジする度胸があったよなこのように自分の人生が捉えられるのが感動思考です感動思考を使ってあなたのストーリーのテーマを3つ決めてくださいあなたがこれまでの人生において誇れる経験ベスト3を挙げてください他人と比較して自分の人生を眺めて評価しても意味はないので他人と比較するのはやめましょう こうした練習を重ねることで感動思考はあなたの通常の思考パターンとして根付いてくるでしょう人生の主導権を取り戻す6つのストーリープロセス1設定あなたの誇れる経験は何か2状況それはどんな状況からスタートしたのか3葛藤どんな葛藤があったのか4行動その中でどんな行動をとったのか5気づき自分のことをどう思うか6讃える自分のストーリーを認めて感動する これは自分の人生に感動していくプロセスで自分のストーリーの構成です。L 社長にこのプロセスを伝えた上でストーリーテリングを実践してもらいました。少し長くなりますが、その様子を伝えながら感動のプロセスについて解説していきます。1、設定。L 社長、ビジネスにおいてあなたの誇れる経験は何ですかおっと、誰かと比較しないで答えてくださいね。えっと、他社で働いていた時ですが、会社の大きなイベントの責任者なのて何とか成功させたこと。 顧客からの大幅変更のリクエストに応えため施工会社に粘り強く交渉したこと、それから、ああ、自分でやったことのない飛び込み営業60件行ったことですね。その中で最も印象的なものはどれですか A 社長は少し照れた顔でこう言いました。他の会社で働いていた時に担当したイベントの責任者です。わかりました。ではそのことについて、これから4つの質問をしていきます。はい。2、状況。それはどのような状況での経験だったんですか その時の状況を思い出してください。あなたにとってハードな状況でしたか自分の意思とは関係なくやらなくてはならない状況でしたかそれとも逆に、とても簡単な状況からのスタートでしたか正直言って、しんどい状況でした。こう前をきしたとエレス社長から出てきたのは次の状況でした。老舗の有料企業とコラボした一大イベント企画だった。その重要なプロジェクトのリーダーに期待指名された。タブオンの部長を巻き込まなくてはならない。彼らは自分より立場も年齢も上。 どうしても成功させなくてはならない。3. 葛藤。その中でエル社長はどんな葛藤を感じていましたかつまり、その事案を進めていく中でどんな点が困難でしたか何が理不尽でしたか何が足りなかったのですかエル社長はその当時のことを思い出しながら話し始めました。それはもう、社内でのポジションは高くないのに、自分より上の人に指示を出さなければならないのがしんどかったです。他部署の部長たちが指示通りに動いてくれないのです。 確かに忙しいだろうし、イベントに協力しても自分たちの仕事が進むわけでもない嫌なのはわかりますが。でも、これは業務入れだからちゃんとやるべきです。なるほど。他のセクションの部長たちが積極的に関わってくれなかったのですね。それに、役員のたちからもう少し部長たちにビシッと言ってほしかった。正直役員のマネジメント力が弱い。その尻拭いはなんで私がって思っていました。なるほど。尻拭いね。 でも、そんなことも言っていない状況でした。このプロジェクトを成功させなければ、コラボしている企業から信頼を失うのも分かっていたし。4. 行動。そんな葛藤がある中で A 社長はどんな行動をとったのですか具体的に何をされたのですかまず、他社の先輩に相談しました。すごく信頼している先輩です。そうしたら、その状況を低めてお前の仕事だ、と言われました。そう言われてどう思ったのですか最初は,はと思いました。なんだよ、それ。俺が悪いんだかよ、って。口にはしませんでしたが。 でもその先輩から自分に不利な状況、それ全部お前の仕事の条件なんだ。その条件の中では自分のミッションをどうクリアするかだって言われて、それを聞いてどう思ったんですかよく考えるとそうなのかなって。私には小学4年生の子供がいるんですが、楽しみにしてた遠足の日に雨が降ってしまって、すごくがっかりしてたんですね。それを見て私は雨は降っちゃったね。でもその中で楽しんでおいでって言ったんです。そのことを思い出しました。先輩に状況を条件として受け入れろって言われて、お子さんのことを思い出した。 そしてそうだよなって思ったのですねそれからプロジェクトはどう動いたのですか言い訳しても仕方ないのでとにかくプロジェクトが成功するためには何が必要かそれこそどんな状況を作っていかなければならないかを考えましたそして他部署の部長たちが動きたくなるようなことをしました彼らにとって有益なるようにコラボしている企業の重役の方を引き渡しせたりその部署の仕事が大変だったら自分が手伝ったりそうしたら少しずつ協力してくる雰囲気になりました 部長さんたちの視点だって、なおかつ戦略的に動いたのですね。他には役員に掛け合って、もう一度部長たちにこのイベントの重要性を明確に伝えてください。そして彼らが動きやすいように仕事の調整をしてもらえないでしょうかとお願いしました。そうしたらどうなりましたかその時はどうにかしなくては絶対に成功させたいという気持ちが高まっていたので、その気持ちを含めて伝えた役員の方が動いてくれたんです。おおそれからどうなりましたか結果は目標の75%でした。会社としては9大点というところでしょう。 私としてはもう少しできたのではと思っていますが。5. 気づき。その中で会社は、組織は、そしてあなたは、どんなことを言いましたかどんな気づきがありましたか結果以上にコラボした会社がとても評価してくれて、このイベントを来年も e たいと言ってくれました。それは会社としては価値のあることでしたし、私も嬉しかったです。それからタブシの部長に褒められました。イルさん、頑張ったねって。最初はあんなに非協力的だったのに。他にはあ、そうそう。 上司を自分で動かしてもいいんだということに気づいたのも大きかったです。今まで上司は指示をもらうだけで、自分で動かしていい相手という発想がなかったですからね。6. 讃える。今まで話してきて、この話を一つのストーリーだと考えた場合、どう思いますかまあ、そこそこ頑張ったのかなと。ここで重要なのは、このストーリーを他人の話だと思って捉えることができるかということです。他人の話。いいですかこのお話を自分とは別の人のお話だとして見た場合、この人のことをどう思いますかそうですね。 いやーこの人は本当によく頑張ったなと思います。最初はしんどい状況だったけど、先輩のアドバイス替いて子供に言ったことを思い出し、そこからプロジェクトをやりきろうと確保して、自分より立場の上の部長たちが動きやすいように工夫して、役員にも自分が掛け合って、なんかすごいな。頑張ってきたんだなって。確かにこの時の経験がその後経営していく中でとても役に立っているんだなと改めて感じました。自己評価を高めるだけで世界が一変する。 人にはその人らへのハードな状況であったり、誰に見えない葛藤であったり、その中で確保して取り組んだ行動があるはずです。結果は素晴らしいものとは言えなかったけど、人に誇れるものではないけれど、自分の中では素晴らしいチャレンジだった。それはあなただけのストーリーです。それを誰か他の人でなく、あなた自身が認め、たたいてあげる。それをできるようにならなければならないのです。自分に感動するストーリーを作る。これはあなたの自己肯定感を高め、自らを次のステージに進ませる自分を救い出すのです。 意外と頑張ってきたんだな。葛藤を引きずりながらも前進してきた。この感覚を持つになると、人生たちの使命感が生まれます。俺にはやるべきことがあるのだよ。こんな私ならきっとやるべきことがある。そうやってあなたがあなたを自分で焚き付けていくのです。自分で焚き付けとはレジリエンスを高めていくプロセスです。そのためにはメタ認知を使うことは有効です。メタ認知は自分自身を俯瞰して客観的に観察する力のこと。メタ認知視点で自分の過去のストーリーを捉える。 これまでの過程で生じた失敗を価値あるものとして認識する。困難を乗り越えることができた自分に生命力を感じ、味わい。その感覚をさらに自分の中に落とし込む。この流れでレジエンスを高めていきましょう。そしてもう一つ覚えておいてください。自分の人生に感動できない人が他人を感動させること、引き付けることなどできません。自分を生かす天才なら絶対的なルール。1、自分を使うこと。あの人だったら良かったよいなと思うのは自由ですがどうにもなりません。2、今を使うこと。 自分を生かす天才とは自分と今の時代を受け入れて今と自分を生かしきる人のこと。自分を生かす天才になるためには自分の強みをどう把握すればいいのか。多くの人にとって強みとは他者と比べてうまくできることを指しているようです。しかしそれは本当の強みとは言えません。他の人よりもうまくできることを強みと捉えているなら、あなたが今まで生きているエリアの中で比較的にうまくできているというだけで、一度そのエリアから出ると外の世界にはそれはもっと上手にできる人がいるからです。 では強みが他の人と比べてうまくできることでないとするとどんなことが強みなのか真の強みとはストレスなくうっかり取りかかれてしまう能力のことです無意識に頑張る気もないのに楽々とできてしまうまたは楽々と取りかかれる事柄が真の強みになるわけですイライラから強みを発掘する技あなたが周囲の人に対してイラすことは何ですかもしくは誰かに対して何でこんなことができないんだと不思議に思うことでも構いません あなたが周囲にいらすことがあった場合、それはあなたがそれをとてもうまくできるからです。それも楽々と。なので自分が人に対していらすことをピックアップしてください。全体を捉えて話ができない部下に腹を立つ。物事を俯瞰して捉えのはうまい。机の周りを整理整頓できない部下に腹を立つ。物事を整理しながら仕事を進めるのはうまい。出発の準備は遅い人に腹を立つ。先を見越して素早く動くのはうまい。マスコミのニュースに踊らされて右往左往している人に腹を立つ。 自分なりの情報のソースを見つけのうまい。電車でお年寄りに席を譲れない人に腹を立つ。相手の辛さを感じ取るのはうまい。このようにあなたが周囲の人に対してイラスことをピックアップして、そこにはどんな隠れた強みがあるのかを見つけ出しましょう。あなたには素晴らしい強みがあるがゆえにイラついているのです。うっかりできればあなたの強みになる。あなたが簡単にできることは何ですかそれはあなたが好きなことでは必要はありません。みんなが難しそうにやっているのに簡単にできること。 例えば人の話をずっと聞けるとか、一度読んだ漫画のストーリーは忘れないとか、もし出てこないのであれば、自分では大したことないと思っているのに人から褒められることは何ですかうっかりできるイコールあなたの強みなのです。他人を見ているときは、その人の強みは割と明確にわかるものです。でも、自分のこととなると強みを見つけることが難しくなります。なぜなら、強みはうっかりできる、楽々とできる、始めるのは簡単というもののため、なかなか自覚できないからです。不安を確保に変えて、本当に自分で生きる。 思い通りの自分を手に入れる4つの質問。スタート。ノートに自分の変えたいところを3つ書き出してみてください。例えばこんな感じ。変えたいところ1、いつも仕事のことが頭から離れない。変えたいところ2、お酒を飲みすぎる。変えたいところ3、先が見えないことで毎日は不安。さあ、3つ書き出せましたか書き終わったらこれからお聞きする質問に答えていてください。質問1、それはどんなことですか ?3 つの変えたいところのうち1つを取り上げ、具体的にどんな行動をしているのかを書き出してください。 例えば自分の変えたいところがお酒を飲みすぎるというものであれば、飲まなくていい人もお酒をたくさん飲んでしまう。飲みすぎて翌日仕事が進まない。夜遅くまで起きている。なんてことは挙げられるでしょう。行動が上がったら次の質問に進みます。質問2、それはどんな気分になりますか気分とはすなわち自分の内面の状態です。頭はモヤモヤしているな。お腹が張っていが重いな。なんて感じです。質問3、本当はどうしたんですか そんな行動をしてしまったけれど、本当はどういう行動を取いたかったのか例えば、お酒を飲みすぎの例で言えば、お酒は適量に抑えておきたい。夜はストレッチをして23時は寝たい。趣味では読書の時間で寝てたい。この時理想の行動をとっている自分をしっかりとイメージしましょう。質問4。それができていたらどんな気分になりますか理想の行動をといている自分はどんな気分なのか頭はスッキリしている。胸はゆったりしている。など、実際に自分がどんな気分になれるのかを想像してみてください。 人生の可能性を最大化する最強の4ステップ。人が可能性を出し切る可能性を最大化させるあるべき姿、本当の自分で生きていくためには、どんなステップを上がっていけばいいのか。そのステップは決まっています。ステップ1、不安から安心へ。ステップ2、安心から自信へ。ステップ3、自信から勇気へ。ステップ4、勇気から覚悟へ。これは可能性を最大化する4つのステップです。自信、勇気、覚悟というのは、実は私たちのエネルギーのタイプです。自信を持ち、勇気を持ち、そして覚悟というフェーズに至る、 ただしスタートとして、まずあなたの不安を安心というフェーズに変えなければならない。だからステップは4つあるのです。そのステップをメンターで理想の自分と一緒に上がっていくことで、あなたの心が鍛えられていきます。覚悟を見上げ上げた人だけに共通する特徴。覚悟を持った自分とは、すなわち圧倒的な挑戦をしていく自分です。圧倒的な挑戦をできる自分は、自分の可能性を最大化しています。そしてそれのみならず、周りの人にも自分の可能性を最大化させる環境を作り出せるのです。 覚悟のフェーズに至った人には共通する特徴が見られます。ニュートラルに自分を捉える心を持っている。現実から逃れようとせず結果をそのまま受け止めることができる。どんな状況であろうと現実に前に進むことができる。表裏がなく自己開示ができる。威張りもせず自らを否定することもない。逆境に耐える強さがある。ここで重要なのは最初のニュートラルに自分を捉える心を持っているということ。この状態こそ自尊心です。 自尊心がある人は自分で自分のことをすごい人だとは思いません。かといってダメな奴だとも思っていません。ゼロポイントのメンタルの持ち主です。この状態になれば人生は堂々と前に進んでいけるようになります。不安が覚悟に変わる心の期待方。ステップ1。不安から安心へ。漠然とした不安やストレスに苛まれているあなたは、そんなメンタルは当たり前の状態になっています。メンターである理想の自分は、こんなあなたの気持ちに共感してくれます。要は自分に質問して自分で答える。 自問自答と違うのは、質問するのは理想の自分ではあなたとして、答えは今のあなたということです。今のあなたはこれまで言えなかったことを素直に言う。メンターの理想の自分はそれを理解して共感する。これが深い自己対応を実現させます。テーマ1。頑張れなかった。やりきれなかったこと。まずは今の自分が無意識に自分を責めているということにフォーカスします。理想の自分がそれを聞き出し、その答えに共感し、寄り添うことがポイントです。あなたのやりきれなかったは何ですか あなたはその時何をしなかったのですかなぜ逃げたのですか本当はどうしたかったのですかできていたらどんな気持ちですかあなたもあなたのケースでこれらの問答を実践してみてくださいテーマに「分かってもらえなくて他人を責めたこと」 ここでは自分ではなく他人を責めていることにフォーカスします。手順はテーマ1と同様です。理想の自分の問いかけに対して今の自分が答える。そしてその答えに理想の自分を共感するのです。あなたは分かってもらえなくて他人を責めたことは何ですかあなたはその時しなかったのですかあなたは何を分かってもらいたかったのですか 本当はその人にどうしてもらいたかったのですかしてもらえていたらどんな気持ちですかテーマ1とは質問3、質問4の部分が違います。何を分かってもらいたかったのか、何をしてもらいたかったのかという思いを答えましょう。過去の自分の本当はいたかった、本当はこうしたかったという思いに対して丁寧に共感してあげる。 こうすることで、自分の中に安心というメンタルが芽生えるのです。ステップ2、安心から自信へ。不安な気持ちはわかるけど、もっと自信を持っていこう。そう他人を励ます人はいますが、実はこれ、ちょっと違います。不安から自信は生まれません。まず、安心のフェーズに入ってから、初めて自信というメンタルを生み出せるのです。自信がないとはどういうことでしょうそれはすなわち、よりどこがないということ。自信を持つためには何をよりどこにすればいいか。それは、あなたの価値観です。 成果や能力でなく価値観。安心した自分に自信を持たせるためには、よりどころとしての価値観を理想の自分をきちんと抽出して相手に伝え返す。という自己対話が重要です。テーマ3。100%満足はいかなかったけれど、頑張れたこと。これは学生時代のことでも、社会人のことでも、どちらでも構いませんが、できれば両方の自分を思い起こすのは効果的です。あなたの100%満足はいかなかったけれど、頑張れたことは何ですか あなたはその時どんなことを頑張ったのですかどんな考えがあって頑張ろうとしたのですかそれは何を大切にしていたからですか今の自分はそう言われたことに対する自分の気持ちを確認します理想の自分から自分の価値観を伝えてもらうその時のフィーリングを大切にしてください ステップ3、自信から勇気へ。人生における困難な状況に立ち向かうとき、人は勇気を出します。でも私たちは意外と自分が困難な状況にいること、直面していたという事実を自覚していません。別に自分が特別だったわけじゃないからといって、私たちは困難な状況を乗り越えた勇敢な自分を忘れています。だから勇気は出ないのです。逆に言えば、困難な状況を乗り越えた自分を思い出せば、勇気を取り戻すことができます。ステップ3で行うのはその作業です。 その際に注目するポイントがあります。それはブレイクスルー。困難な状況に立ち向かい、乗り越えた時には必ず何か自分の考え方を変えているはずです。ブレイクスルーのタイミングをしっかり抽出することが、これの理想の自分の対話で極めて大事なことなんです。テーマ4、困難を乗り越えて成果を出したこと。これも学生時代のことでも、社会人のことでも、どちらでも構いませんが、できれば両方の自分を思い越すのは効果的です。あなたの困難を乗り越えて成果を出したことは何ですか どんな困難な状況だったのですかどんな行動を取ったのですか自分の中のどんな考えを起こしたからその行動が取れたのですかこの経験がどんな自分になりましたか 理想の自分に最後に言われた言葉、その時感じた気持ちを忘れないでください。ああ、確かにと感じ、勇気を思い起こすことでしょう。困難に乗り越える際には必ず何か自分の中で考えとか変えたことあるはず。しっかり考え、自分と向き合い、勇気を取り戻しましょう。自信から勇気へのフェーズは自分の人生に感動すること,と同様です。この自己体は言ってるよりはストーリーデリング。自分の人生に感動できる人は勇気を取り戻せる人でもあるわけですね。ステップ4、勇気から覚悟。 勇気を取り戻したあなたは、覚悟のヒえと歩みを進めます。ここでは、これまでのステップとは少し違ったアプローチをしていきます。テーマ5、本当の私。今、改めてあなたが大切にしている価値観は何ですかこれまでのステップでのあなたの答えを思い起こし、次のワードの中から直感で10個選んでください。これにはない言葉でも構いません。価値観に関しては、ステップ2の安心か自信へでも見てきましたが、その後、ステップ3、自信から勇気へのフェーズを経過して今、 改めてもう一度考えてほしいのです。直感で答えてください。似たような意味のワードが重なっても大丈夫です。では次の問いです。今選んだ10句のワードの中から、さらに特に大切にしたい価値観を3つ選んでください。迷うかもしれませんが、本当はこの方でこれを大切にしていたなと思えるようなものを3つ選びます。人は誰でもいくつかの価値観を持っているものです。ただしそこには優先順位も存在します。自分の中で上位のものだけは必要で、他ものはいらないという意味ではありません。 価値観の拾いの基軸もなる価値観。これをコアバリューと言います。あなたはどんな行動を取ってきましたか今までの人生であなたはどんな行動を取ってきたでしょうどんなことでもいいので8個以上は書いてみましょう。ネガティブなものでも書いまません。ただしそれはポジティブな言い方にも変えられるはずです。例えば、たくさん悩んできたななんてことでも、自分と向き合ってきたなと言えるし、たくさん失敗してきたななんてことも、いろいろ難しいことにチャレンジしてきたなと言えます。なぜ自分がそうしてきたのかをよーく考えてみましょう。 さらにこれ書か,かれたあなたの答えをじっくり見ながら最後の質問です。あなたの人生を通して磨かれてきたあなたの強みは何ですか三つ挙げてください。質問でさらにこれ書かれたあなたの答え、実はそこにあなたの強みがあるのです。第四章のうっかりできること、いやイラすることが見えた強みを参考にしても構いません。チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。